もし第三次世界大戦が起こってしまったら、一体どの国が安全なのか。第三次世界大戦生き残る国10選を紹介します。第三次世界大戦生き残る国10選。なあ、レイム。何かしら？もし第三次世界大戦が起こってしまったら日本ってどうなってしまうんだろう。あら、急にそんなこと考えちゃってどうしちゃったの？最近ウクライナで戦争が起こっていて世界的に不穏な空気が漂っているだろ？ああ、確かにそうね。それでもしも第三次世界大戦が起こってしまったら、と考えてしまったんだ。そうよね。その可能性はなくはないわよね。ああ、もし世界大戦が起こってしまったらどこに逃げるか迷うぜ。なんだかものすごく迷ってるみたいだから、今回は第三次世界大戦生き残る国10選を紹介するわね。よろしく頼むぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあ、まず10位を紹介するわね。10位はスイスよ。スイスがランクインしてるのか。そうよ。スイスといえばアルプス山脈だよな。それからチーズがものすごく美味しい国だぜ。確かにそうね。そして自然が豊かでいいところよね。それにしてもスイスがどうして生き残る国と言われているんだ？スイスはイタリア、フランス、ドイツと国境を接しているのは知っているかしら？そうなのか？3カ国と接しているなんてすごいな。それから山岳地帯に囲まれている内陸国なのよね。スイスの地形は綺麗なだけでなくて実は国を守る役目も果たすのよ。すごいな。それだけではないのよ。危機的状況下では軍がスイス国外からのアクセスを完全に遮断するため、ある準備をしているんだけど、マリサはわかるかしら？難しいぜ。あ、もしかしてバリアを張るとかか？そんなわけないでしょ。実は国中の橋とトンネルを取り壊せるような用意がされているのよ。橋とトンネルを壊すのか？それは予想外だぜ。マリサの回答も十分予想外よ。そしてスイスの全国民に十分な数の核シェルターも保持しているって言うんだから驚きよね。ああ、本当だな。やっぱり備えは大事だよな。スイスは男子には全員、徴兵制度があったり、予備軍人も入れると国民の 10% が軍人であったりというのも特徴ね。怖いものなしだな。これが10位なんて、スイスすごすぎだぜ。次は9位ね。9位はツバルよ。ツバル。ってどこの国なんだ？まあ、あまり聞き馴染みのない国よね。ツバルは太平洋に浮かぶポリネシア最西端の小さな島国なのよ。地球温暖化の海面上昇で沈みそうな国とも言われているわね。へえ、小さな島国なのか。地球温暖化が原因で沈んでしまうってテレビで見たことあるぜ。そしてこの国は世界で2番目に人口が少ないのよ。人口が少ないって、一体何人なんだ？ 1 万人弱ね。少ない。そしてツバルの特徴として言われているのが治安がとても良いということね。へえ、めちゃくちゃいい国なんだな。それにしてもこんな平和主義な国がどうしてランクインしたんだ？実はツバルは政治的にどこの国とも同盟を結んでいないのよ。そうなのか？てっきり小さい国だからどこかと同盟を結んでいるのかと思っていたぜ。そして天然資源も少ないのがツバルの特徴ね。ほうほう。でも天然資源が少ないのと世界大戦、一体何が関係してくるんだ？戦争には天然資源が欠かせないわよね。ああ、確かにそうだな。ってことはツバルは天然資源がない国で侵略されづらいということか？そういうことね。まあ、つまりはツバルは利用価値がないのよ。どことも同盟を結んでいないし天然資源も少ない。ツバルを侵攻したって何の意味もないでしょ？確かに。このことから放置される可能性が高いなんて言われているわね。なるほどな。でも天然資源が少ない国って第三次世界大戦が起こった時に色々と苦労してしまうんじゃないか？実はツバルの人たちはみんな自給自足で成り立っているのよ。なんだって？島民のほとんどの食料や日常に必要な品は輸入に頼らずに自分たちで賄っているのよ。ツバル、強すぎだぜ。確かにランクインした理由がわかったぜ。それじゃあ次ね。8位はニュージーランドよ。ニュージーランドか。羊のイメージが強い国だぜ。そうよね。実はニュージーランドの人口よりも羊の数の方が多いと言われているのよ。そうなのか？それはすごいな。酪農王国だけど果実や魚介類の輸出も多くしていて、最近では再生可能エネルギーにも力を入れているみたいね。酪農だけ優れているわけではないんだな。初めて知ったぜ。それに犯罪率も低くて世界の中でも平和な国の代表と言われているわね。ニュージーランドってすごい国だったんだな。それにしてもどうしてニュージーランドがランクインしたんだ？ニュージーランドは島国でどの国とも離れているのは知っているかしら？ああ、なんとなくだけど知っているぜ。だけど先進国として開発されてきたのよ。へえ、そうだったんだな。
それに安定した民主主義を誇り、武力紛争にも深く関与していない。ということも生き残る国と言われている理由の一つだわ。なるほどな。周りの自然環境も危機的状況でシェルターの役目を果たしたり、肥沃な土壌と水資源、食料供給を持っていることもニュージーランドの強みね。確かにどこの国に頼らなくてもやっていけそうだもんな。ニュージーランド、さすがだぜ。次は7位の紹介ね。7位はブータンよ。ほうほう、ブータンってどんな国なんだ？そうね、全国王子組ワン地区の国にとって大切なのは国民総生産ではなくて国民総幸福である、と言葉を残したんだけど、その言葉通り豊かな自然と豊かな心を持った人々が最大の特徴と言われているみたいね。つまりお金じゃなくて国民の幸せの方が大事だよってことだな。最高の国王じゃないか。本当にそうよね。訪れた人は世界のどこにもない魅力があると虜になり、二度、三度と足を運ぶ旅人が多いのも特徴ね。私も虜になりそうだぜ。それでどうしてブータンは生き残る国にランクインしたんだ？ブータンはヒマラヤ山脈に囲まれているんだけど、最も人里離れた内陸国なのよ。へえ、そうなんだな。だからもし第三次世界大戦が起こってしまい関わる可能性のある中国、インドと国境を接していても、ブータンのユニークな地勢は危機的状況の時に良いシェルターになると言われているわ。なるほど。確かに山があると越えづらいもんな。それに1971年に国連に加盟したのよ。さらにその後スイス同様に外国にまつわる紛争からは距離を保っているわね。やっぱり距離を保つのは大切なんだな。幸せの国か。ブータンに住むのもいいかもしれないな。次は6位ね。6位はチリよ。チリか。チリといえばやっぱりモアイ像だよな。そうね。イースター島にあるモアイ像が有名よね。それから暑いってイメージもあるぜ。一年を通して日差しが強いわよね。でも実は日本と同じように四季があるのよ。へえ、そうなのか。いつも夏のような暑さだと思っていたぜ。そういえばチリの冬ってどんな感じなんだ？冬は朝晩0度近くまで気温が下がり冷え込むみたいね。一年を通して一日の中で寒暖差が大きい季節みたいだわ。へえ、冬は寒暖差が激しいのか。そこまで気温が下がるなんて意外だったぜ。それじゃあ本題のチリがランクインした理由を話すわね。よろしく頼むぜ。実はチリは南米の中で最も安定し、繁栄している国なのよ。それに人材育成の面で他の南米の国よりも高い数値を示しているの。人材育成って大事だもんな。地勢的にはどうなんだ？地勢は東の国境地帯には難攻不落のアンデス山脈があるわね。ああ、絶対に越えられない壁だな。それに環境的にも南半球は北半球に比べて人口や都市、産業が少ないため、大気汚染が少ないというのも特徴ね。確かに人口が増えると大気汚染って進んでいくもんな。でも大気汚染と何が関係してくるんだ？実は南半球と北半球の上空の大気にはそれぞれ塊を形成して、交わりにくくなっているの。ほうほう。そのためチリ上空には絶えず南極から綺麗な空気が補充されているわ。もし核戦争が起こった時にこの状況から核の灰が到達しにくくなるってわけね。なるほど。確かに核の影響が来てしまったら大変なことになるもんな。納得の理由だぜ。次は5位の紹介をするわね。5位はアイスランドよ。北大西洋に浮かぶ小さな島国ね。アイスランドか。アイスランドって名前の通り氷だらけの国なんだろ？間違っているわね。アイスランドって名前だけど実は名前ほど寒い国ではないのよ。そうなのか。冬場はマイナス5度から0度になるみたいだけど、夏場は25度近くになるまで気温が上がったりするの。そんなに上がるのか。年中氷だらけの国だと思っていたぜ。島の大きさは 10.3 万平方キロメートルで四国と北海道を合わせたくらいの大きさなのに、人口は36万人で東京と新宿区と同じくらいの人口しかいないのよ。アイスランドが少ないのか、東京が多いのかわからなくなってきたぜ。そしてアイスランドは世界でも珍しい軍隊を持たない国なのよ。軍隊を持っていないのか？そうよ、まあ軍隊は持っていないけど沿岸警備隊は存在するわね。いくら沿岸警備隊があると言っても軍隊がないと侵略されそうだけどな。何か秘密でもあるのか？もしかして沿岸警備隊が世界で一番強い警備隊とかか？まあ、違うわね。一応アイスランドは欧米軍事同盟のNATO加盟国だわ。ほうほう。そのため緊急事態が起こってしまった場合は集団安全保障で他の国に守ってもらうことになっているわね。なるほど。それから国の立地もすごいのよ。どういうことだ？実はアイスランドはどこの国とも国境に接していないのよ。あ、本当だ。ポツンと離れ島なんだな。外交方針も中立的で世界大戦が起きたとしてもそこに巻き込まれないという可能性が高いってわけね。
それでも、もしヨーロッパで核戦争が起こってしまったら、巻き込まれてしまうんじゃないか？そうね。確かに最悪のケースも考えられるものね。でも実はこれも影響が少ないと言われているのよ。え、そうなのか？欧州と距離があることや山岳地形のおかげで放射線の影響も少ないと言われているわね。放射線の影響が少ない。これがアイスランドの強みなんだな。最高の地形だぜ。次は4位ね。4位はデンマークよ。ユトランド半島とたくさんの島々から成り立つ北ヨーロッパの国ね。デンマークってどんな国なんだ？自然豊かで観光名所が多くあり、国民の幸福度が高いことで有名な国ね。国民の幸福度が高いのか。治安の良さそうな国だぜ。デンマークの有名な人といえばアンデルセンかしら。ああ、童話作家だよな。裸の王様とかマッチ売りの少女とか、子供の頃よく見ていたぜ。そうね。私もよく見ていたわ。デンマークにはアンデルセンにまつわる観光スポットがたくさんあるんだけど、そもそもの街並みが絵本みたいと言われているみたいね。うわぁ、今すぐ行きたいぜ。そういえばどうしてデンマークはランキングに入ったんだ？また何か理由があって巻き込まれづらいとかか？何言ってるのマリサ。デンマークは NATO に加盟しているし、ヨーロッパの国々との結びつきも強いのよ。え？そうだったのか？だから第三次世界大戦に巻き込まれて国土が荒廃する可能性が高いのよ。それじゃなんでランキングしたんだ？実はね、ある一つの重要な事実を忘れているのよ。なんなんだそれは。グリーンランドの存在ね。グリーンランド？実はデンマークは北極にグリーンランドという巨大な島を領土として保有しているのよ。グリーンランドってデンマークの領土だったんだな。そしてこの島は世界で最も大きな島なのよ。世界で最も？すごいぜ。グリーンランドはアイスランドと同じく他の国と距離的に離れているのも利点よね。ほうほう、確かにそうだな。それに山岳の多い地形だから、核戦争時それがシェルターの役割を果たす可能性が高いと言われているわ。すごいぜ。外交面の話をするとグリーンランドは EU に入っておらず、他国とのいざこざもほぼ抱えていないのよ。なるほど。デンマークは荒廃してしまうけどグリーンランドは生き残るってことなんだな。これがデンマークの利点なんだな。すごいぜ。次は3位のマルタ共和国を紹介するわね。マルタ共和国？聞いたことない国だけどどんな国なんだ？地中海に浮かぶかなり小さい島国ね。国土面積は316平方キロメートルで東京23区の半分くらいの大きさなのよ。かなり小さい国なんだな。こんな小さな国なのにどうして生き残ることができると言われているんだ？あら、マリサ。小さいからといって見くびってはいけないのよ。どういう意味だ？実はこのマルタ共和国の防衛力は結構すごいのよ。そうなのか？第二次世界大戦中にもドイツナチス勢力がマルタ島を何度か占領しようとしているのよ。でも全て失敗に終わっているわ。すごすぎだぜ。こんな小さな島に一体どんな秘密が隠されているんだ？実はこの島は要塞島なのよ。要塞島？この島は固く要塞化された島で、その圧倒的な防御力で他国の侵略を全て失敗に終わらせたという過去を持っているのよ。小さいのに防御力が半端ないんだな。半島丸ごと要塞に変えるため高さ30メートルもの城壁で周囲を取り囲み、半島の付け根に深い壕を掘って陸側からの侵入も完全に防いでいるみたいね。そんなの侵入不可能だな。このことから難攻不落の城塞都市と言われているみたいだわ。難攻不落？確かに生き残りそうだぜ。それにプラスしてこんな小さな島に核を落とすこと自体、意味がないって思われる可能性も高いと言われているわね。確かにここを侵略するのにはメリットは少なそうだよな。このマルタ共和国は街全体が世界遺産になっていて、絶景スポットも多く観光にはとても良い場所よ。小さくて可愛い島なのに防御力が強いなんて思わぬギャップだな。マルタ共和国、行ってみたいぜー。次は2位のアイルランドを紹介するわね。アイルランドか。日本で名前は聞くことあるけど実際にどんな国なのかよく知らないな。そうね、アイルランドはイギリスの隣に位置している国で、人口は約490万人、面積は約7万平方キロメートルで北海道とほぼ同じ大きさなのよ。へえ、そうなのか。そして一日のうちの天気がコロコロと変わることから、一日のうちに四季があるなんて言われているみたいね。それは面白いな。そんなアイルランドはどうして生き残ると言われているんだ？実はアイルランドはイギリスと国境を接しているけど、軍事的には中立で独立性が強い国なのよ。だからNATOにも加盟していないの。そうなのか。中立的ってことは戦争に巻き込まれにくいってことなのか？そういうことね。そしてアイルランドは軍事力を行使する際に議会政府国連からの承認が必要になっているの。
ってことは軍事的攻撃をするのがかなり難しいってことなんだな。そうね。中立的で軍事力行使の壁が高い。第三次世界大戦が起こっても生き残る可能性が高いって言われている理由がわかったぜ。次はついに第三次世界大戦が起こっても生き残る国第一位の紹介よ。お、1位はどこなんだ？ 1 位はフィジー共和国ね。フィジーといえば南の国の楽園ってイメージがあるぜ。確かにそんなイメージあるわよね。フィジーは南太平洋に位置する300以上の島々から成り立つ共和制の島国ね。ほうほう。さっき説明したツバルがフィジーから近いのか？そうよ。フィジーの北側にツバルがあるわね。ってことはフィジーもツバルのようにどこの国からも離れているんだな。マリサの言う通りどの国からも遠く離れているんだけど、これがフィジーを侵略者から守るのに大きな利点になるってわけね。確かにそうだな。それに人口も少なく目立つ資源もない。外交も中立的であるわね。なるほど。ってことは世界大戦が起こっても侵略する価値がないって思われそうだな。そうね、さらに数千年の間フィジーは人の移住を受け入れてきていて、大戦が始まってもその姿勢を変えない可能性が高いと言われているわね。そうなのか。これは私も移住しなくちゃいけないな。ここまでランキングの紹介をしてきたけど、マリサはどうだった？そうだな、中立的な立場だったり、山岳地帯に守られていたりしている国が多かったイメージだな。そうね。もし世界大戦が起こってしまったら、これらのことで生き残れる可能性は高まるわね。ただ可能性があるというだけで絶対安心というわけではないわ。そうだよな。核戦争になれば気流や海流の関係で放射線の被害はいずれ受けてしまうしね。そもそも第三次世界大戦を起こしてしまわないようにするにはどうしたらいいんだ？そうね、平和を求める心が大切なんじゃないかしら。マリサみたいに第三次世界大戦が起こったら他国に亡命するぞと自分勝手な気持ちを持っていたらダメってことね。確かにそうだな。私もこの国で平和について考えてみるぜ。そうね、身近なところでもいいから平和について考える人が増えれば、世界の未来は明るくなるわよね。なるほどな。確かにそうだぜ。世界の平和について考えがある人はコメント欄で教えてくれると嬉しいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。